ちょ、あちゃんです。今日ちょっとね、変なアンチコメントがあってね、変なっていうかなんか言いがかりみたいなのがあって、まあそのコメント自体はね、ああどうせしょうもない言いがかりやなと思ってんけど、その人の過去コメントを見たらね、ちょっととんでもないコメントがあってね、これ晒していきます。今日もやっていきましょう。晒していいと思う。はい。ということでね、苦情やクレームってあるとは思うわ。あなたの場合、私生活晒して、誇張したり、どうやって言ったこと、平気でへりくつで曲げたり、お世話になった人のことをめめしく後から、なんだこれ、ののしったり、幼稚な嘘っぽい作り話をしたりするから余計にもね、そこに毎日ずず汚れたってね、パジャマを着て座り込みながら独り言みたいにブツブツ言われたことの嫌味を頑張って煽るようにほざいても何も変わらんって、世の中そんなあまり甘いないって、そんなことより息子でね、ちょっとね、送ってきてくれた文章切れてんねんけどもね、まあ、そういう文章が送っ、これね、モデレーターさんがね見つけて削除してくれてね、でそれで出てきた文章やね。でまあモデレーターさんがね削除してくれて、過去コメントこんなんだよっつって教えてくれてんけどね、うん、で何かね、そんなひどいコメントをしとるね、人やったんね。私生活を晒して誇張しての動画の何が悪いんでしょうか。まず私生活を晒すことによって、叩かれる筋合いはないと思うね。苦情クレームはあると思うって書かれてるね。あ、自分の、ね、私生活を晒すことによって他人に苦情言われる筋合いない。どんな私生活してようが他人に迷惑かけてなかったらいいんちゃうかな。他人に迷惑もかけてへん私生活にとやかく言われる筋合いはない。じゃああなたはまともな生き方してるんですか。まともな生き方してたらこんなややこしいクレーム入れへんよね。ね。のがおかしいよね。ちょっとね、レッツインクできてない。で、で、誇張したり、どうやったり、いうこと。平気でへりくつを曲げて、へりくつで曲げたり。だから、誇張するのはいいと思うよ。だって、テレビなんてみんな誇張でしょ。YouTube なんて誇張の塊でしょ。逆に誇張してない、ドキュメンタリーなんてないと思う。どんなドキュメンタリーでも誇張されてるよね。ね、ドキュメントなんとかで、うわーとか言うて大声出して、画面切り替わって、大してこう、なんだかないけど、うわー言うてるやんけ、みたいな。それも誇張の一つやんね。んで、お世話になった人のことをめめしく後から罵ったりって、世話になったかどうかは別としてね、本当に世話になったと思ってる？じゃあ、こちらが全て 100% 世話になってるんじゃなく、そちらに、なんで世話になってるんじゃなく、その人のためにやってあげたこともいっぱいあるよ。それはあっちゃん一切言ってないし、逆に言ったら、あっちゃんのね、プライベートの時間を切り取って、その人に、そのあっちゃんの時間を、使ってあげてるだけ。それでも、ね、すべてしてもらってると思われてるよね。それは動画の編集上、動画の放送上そうなってるけど、実は、イーブンな立場でね、お互いどっちが上とか下がないのよ、レンタルっていうのは。やっぱ嫌ならしなければいい。自分がしたいって、あっちゃんと一緒にどこか行きたいって言ってくんねんから、あっちゃんはその時間を使ってあげてるだけやね、はっきり言って。って言ったら、言い方が悪いけどね。それ、そういうことないね。お互いだからしてもらってるわけじゃない。で、それが何でもかんでもしてもらってお世話になったって言い方がすごいムカつく。うん。で、幼稚な嘘っぽい作り話をしたりって、一切幼稚な作り話、あっちゃんの作り話もちろんするときもあるけど、ほぼほぼドキュメンタリータッチでやってる。で、まあ、ある意味、作り話っていうのもあってもええと思う。で、どこまでが作り話なのか、どこまでか、あなた分かってるんですか？分かりもせんと作り話とか言うんだって。とんでもないこと、あっちゃんがだからね、変な話、ランボルギーニが欲しいねん。作り話よね。おとぎ話よね。2000万もする、1000万、2000万する。ね、2人しか乗られへん、乗りにくい車買うばっかいてないねと思っても実際買う人はいてるんよね。それがおとぎ話でしょうか。そういうことはないよ、結局。だから何がおとぎ話なのか、変な話、何がおとぎ話なのか、ちょっと例えようないわ。この人の幼稚な、おとぎ話、幼稚な嘘っぽい作り話の意味が分からへんなっちゃうわね。でもその幼稚な話って言いながらも、それ変な大人がね、
ええ大人がさ、私 YouTuber なりたいねんってアホちゃうかって言われるのと一緒やねん。でも実際なってます。そこやねん。だから何が幼稚なのかっていうのが意味がわからない。逆にこんなこと言うてコメントしてるあなたの方が幼稚やで。はっきり言うて、まともな人間はこんなくだらんコメントせんからね。やっぱ幼稚臭いのはあなたです。だから自らのやっぱ鏡に映ったあなたのことを言ってるの、自己紹介やなところは思った。でやっぱりね、あのこういうね、私生活垂れ流しやと思って叩く人がね、あのクレーム作るってことは、私生活でクレーム作るってことは、あなたがクレーム作るような私生活を送ってるっていうことなんよね。はっきり言ってね。まあね、あの他人のことごとごとクレーム入れてる私生活ってすげえクレームつくよね。くだらんよね。だから結局そういうことなんよ。で毎日ずず汚れたのちょっと意味わからないよね。すす汚れたとかやったらわかるけど、ずず汚れたのちょっと意味わからないけど、まあ汚れたパジャマ着てるって言いたいんかしたけど、パジャマちゃんと洗ってるけどね。でパジャマで喋るっていう動画だってあんのよ。じゃあパジャマでお邪魔ってパジャマに着替えるあの番組はやったらあかんことでしょうか。あれ NHK の番組の中でやってることよ。だからパジャマトーク、ピロートークとかパジャマトークっていうのとコーナーだってある。パジャマで動画に出ることで何が悪いんでしょうか。そういうしょうもないね、頭の凝り固まりっていうのもね。だからこういう頭が凝り固まってるからこそ、自分の物差しで他人のことを測る。だから自分がそれをしてあかんと思ってるから、そういうんやろね。じゃああなたはパジャマで一言も喋らないんですか。パジャマで朝ごはん食べないんですか。パジャマで夜終わって、パジャマに着替えた後、もうすぐ寝るんですか。お風呂上がってパジャマ着たらすぐ寝るんですか。話するでしょ。それを動画にするだけで、なんでこんなこと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 言われるんでしょうね。また回るよね。で、独り言みたいにブツブツ言われてもって、動画ってはっきり言ってね、カメラがあってカメラの向こうには視聴者さんいてるけど、はっきり言って独り言なんよね。それが仕事なんよ。それ言い出すと、こういうテレビ、YouTube とかテレビ業界で働いてる人みんなそういうことになるよね。そこがわからない人って本当にかわいそうな人やなってあっちゃん思った。やっぱりね、本当にね、自分の小さい小さいね、物差し、はっきり言ってね、1センチ定規でね、あっちゃんのようなね、1キロ2キロのものを測ってんのと一緒だよ。 あなたの1キロの定規、1センチの定規では1メーターを測るのに何回測れるんですか。測れへんよね。それがあなたの物差しが小さい、器が小さいっていうことやでね。だいたい器の小さいやつほどね、小さい物差ししか持ってへんから、その物差しで他人の大きなスケールの大きなものを見てるから全くわからないのね。それ胃の中の蛙、大海を知らずっていう話やねんけどもね。本当に見事にこのね、話が当てはまってるなってあっちゃん思った。大体ね、小さい物差し持っとるやつほど大きなものを測れへんから大きなものをバカにするんよね。大きな物差し持っとる人っていうのは小さいものをバカにしないのよ。なんでかったら、大きな物差しでも小さなものは測れるから、その人のことは測れる。でも小さな物差ししか持ってへん人間とは、自分の物差しより大きなものは全く測れへんのよ。だからクレームつけたりバカにしたりできんねん。人をバカにすることってどれだけ恥ずかしいことかっていうことは、物差しが大きければ気づきます。物差しの小さいやつほど人をバカにすることがかっこいいと思ってやるよね。情けない生き方してると思うわ。これゆゆっていう人です。はい、晒していいとも最初に名前言うの忘れてました。ゆゆっていう人がね、見事にモデレーターさんにね、見つかってすぐに削除されております。だからあまりにもくだらない今回のクレームコメントやったんで、それは晒さずに過去のコメントを晒してみました。晒していいともまたやっていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日の晒していいと思う、ちょっとね、それのスクリーンショットをね、反応もどうかなと思うんでね、またちょっと今回ちょっとそれがないんでね、ゆゆっていう人のね、くだらないクレームコメントでした。ではまたね、恥ずかしいコメント晒しちゃったん。今日のあっちゃんの晒していいと思う、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。